8キロでちょう。8でちょう。なんぼ？あね、10キロは8で。いや、出らんときゃしゃあないばって。10キロまでは8で行ったら 7.8 まで落とせるっちゃ。急げ。はい。さあ誰か来よう。あ？下は誰も見えない。今
八作屋だいたい閉まっとっちゃない？ああ、そうと思う。この車で通る橋が有料かと思ったんよ。いう意味わかるかね。はあ、有料かっていうのはお金を払って橋を渡るんかなと、車が。だからそれが車が1台通るとか1橋いくらやろうかと思って。うん。その夢の島大橋っていう自体も知らんもん俺。誰かおるかね、こっち側から来たかな俺は。向こう側か。
そうよ。ちょっと待ってや。何番ですか？何番目ですか？一番奥に行ってください。あ、一番奥だ。明るいや。お前先行け。先行ってください。全く見えない。
だからあのメカネ大橋やねんけど長崎と変わらんよ、うん、だから飛び込んだ方もおらんじゃろうね、フェンスも短いし、5.2 キロ。雨がさ、うん、ちょっとこうポツポツ切らしたって。うん。うん、風っていうより雨が。ああ。もう焦げなったらどこ歩きようかわからんもん、うん、いいぞペース落として、もう真っ暗やもん、俺が電気もう一個のつける、うるせえちゃん。何時かね？9時37分。
と何番かなこれ。はい、お疲れ様。何番？97ね。番号言わないかんって言って。いなり。あ、いなり。あざす。あざす。お湯もありますのでコーヒーとか飲みますよ。ここが江戸みたいばい。なんか一緒ちゅうことを主張しちゃったこと。右。うわ、全く橋が見えん。あ、そうか。これ前も間違おうとした。
よし。90何番ですか？あ、よかったですね。ゴールはどこやろ？お前ここ手上げてからこうしてん、後ろ取っちゃい、そこゴールや、そこゴールや、おーちしてん、よし、じゃあ俺もあー、オッケー、手上げてからこうして後ろ取ってあげる、そこゴールや、そこゴールや、おーちして、よし、じゃあ俺も